植地雄介物語は、俳優、植地雄介が書いた2008年7月30日に発売された初フォートエッセイ。本の記事やタイトルの字まで全て自分で考えている。上智の幼少、青春時代から現在を書き綴ってある。また、プロ野球選手の松坂大輔との横浜高等学校での話などが書かれている。写真は、故郷の横須賀をはじめ、 思い出の場所で撮ったものがある。二千九年三月十四日に富士テレビで、植地祐介、ひまわり物語家族、親友、彼女、誰も知らない素顔初公開。として、ドラマ化、同日の土曜プレミアム内で放送された。視聴率十四点一パーセント。著書、植地祐介物語に書かれていた、中学生時代、横浜高等学校での丹波深夜と、 松坂大輔との野球部での話を中心に描かれている。また、本に書かれていなかった彼女との話も放送された。他にも、松坂大輔との対談と一打席勝負、小栗旬との鍋トーク、久本ま美との対談と上智の昔の映像などが放送され、祐介としてのソロデビュー密着として、同じ周知新メンバーの鶴野武氏のコメントなどが放送された。 ドラマほか対談、植地雄介、ひまわり物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。